答え合わせをしてみます。それではコップを持ち上げて、中の石を取り出して水槽の中に沈めてみます。はい、そしてコップを元に戻します。さてどうでしょうか。これは透明で少し見にくいのですが、水面は下がっています。なぜかを考えてみましょう。石を取り除いたときにコップが持ち上がる、そこでできる空洞部分は石の重さと同じ水の体積になります。次に水を沈めると石の体積分しかその空洞を埋めることができません。同じ重さの石と水では水の方が体積が大きい、つまり空いた空洞よりも石の体積の方が小さいので水面が下がったのです。